皆さんこんにちは。今回は犯行後にインタビューを行った恐るべき犯人たちを紹介します。それではどうぞ。千葉県で16歳の少年が男に襲われて刃物で顔を刺されるという事件が起きた。襲われた少年は命に別状はなかったが重傷を負った。その後犯人の男が出頭してきたことで事件は解決した。逮捕されたのは山本雄一という男で、犯行現場の目の前に住んでいて、9日の未明に立ち話をしていた被害者の少年に近づき、ナイフで左頬を突き刺したことを自供した。そして、実は出頭する前に山本はマスコミのインタビューを受けていたことが発覚し、その時の映像が公開され話題になった。記者は当初、事件の近くに住んでいた住人として山本にインタビューを行っており、この時は事件の犯人だとは全く思わなかった。しかし、質問をされた山本の挙動がおかしくなっていったため、記者はこの男が犯人なのではないかと感じたという。ここからは、質問内容と山本の様子を説明していこう。記者が犯人の特徴は、外見年齢が30代から40代で、身長が180センチぐらいであることを教えると、山本は動揺を見せ、声を震わせながら、私みたいですね、と答えた。さらに記者は、今怖いでしょ、警察が来たらどうします、と続けて質問し、これに対し山本はこれまで以上にビクビクしながら、私はもう、と曖昧な回答をした。そして最後に、本人じゃないですよね、と記者が尋ねると、山本は違います、と小声で言いながらその場から去っていった。このインタビューの後に山本は警察に出頭したという。2014年3月3日に千葉県で事件は起きた。深夜に通行人4人がナイフを持った男に襲われ、そのうちの1人が刺されたことで亡くなった。男は介抱しにやってきた人の車を奪うと、そのまま逃走。警察は捜査を開始して、マスコミも事件を報道し始める。マスコミは1人の男にインタビューを行ったが、実はその人物こそ事件の犯人だったのだ。男の名は武井誠樹。盗難した車を放置したコンビニの防犯カメラに映っていたことから、警察が武井を犯人だと断定。事件から2日後に逮捕されたが、この時に集まっていた報道陣に対してヤフーチャット万歳と意味不明なことを叫んだ。武井が犯行を起こした理由についてだが、事件当時インターネットにハマっていた武井は、ネットで知り合った人との関係が悪くなっていったことで、何か大事件を起こせば知り合いからの関心を取り戻せるのではないかと思ったからだと供述している。そして2014年に実際に一人の命を奪う事件を起こして、犯行後には通報によって駆けつけてくるであろう警察から逃れるために、現場から1キロ以上離れたホテルに宿泊した。また、この際、凶器や返り血を浴びた衣服をホテルにあった枕カバーの中に隠して自宅に持ち帰っている。武井は子供の頃学校でいじめられた経験があり、さらに家族からも暴力を受けて育ったため、周囲に舐められないよう、スタンガンを購入して持ち歩いていた過去を持つ。また現実で辛い目に遭っていたため、武井はインターネットに居場所を作るようになり、どんどんネットの世界に依存していったという。このような過去が原因で今回のような事件が起きたのだろう。2016年に武井は裁判で無期懲役が言い渡され、上告が棄却されたことで刑が確定した。武井本人は死刑を強く望んでいたため、後半で自分を死刑にしろ、刑務所から出所したらまた人を殺す、などと言い、全く反省のない態度を見せていた。現在も武井は刑務所に収監されたままである。2006年4月10日に女児の遺体が川で発見された。女児の母親である畠山鈴香は、前日の9日に娘が帰ってこないと警察に通報を行っていて、捜索が行われた結果、畠山の自宅から10キロ離れたところで見つかったのだった。女児の死因は事故によるものだと断定されたが、畠山は娘は事故死ではないと主張して、事件の真相を求めるためにビラを配るなどの行動を起こした。さらに、女児が発見されてから1ヶ月後に、首を絞められた男児の遺体が草むらで発見された。この男児は、畠山の家の2軒隣に住んでいて、1ヶ月前同様に、行方不明になった後に、警察の捜査が行われていた。2人の子供が亡くなった一連の事件を捜査していた警察は、犯人は畠山ではないかと疑うようになる。テレビのインタビューに答えたり、ビラを配って懸命に事件の真相を探っている人が犯人だとは到底思えないだろう。しかし、畠山には怪しい点がいくつもあった。
まず警察は畠山が女児が死亡したのは事故ではなく事件に巻き込まれたからだと何度も主張しているのは犯罪被害者給付金を目当てにしていたからではないかと考えた。さらに畠山は急に事件性が認められないとこれまでとは真逆の主張をしたため警察は畠山に対してより疑いを強めていった。そして警察は畠山の自宅の捜査に踏み切ることにした。その自宅からはなんと二人目の被害者である男児の血痕が発見されたのだ。これが決めとなり警察は死体遺棄容疑で逮捕。その後男児と女児を殺害した罪で逮捕されることになった。こうして事件は解決したが自分の娘を手にかけた上に悲劇の母親を演じていた畠山に世間は驚愕。そもそも自身の娘を殺害した動機は娘に生理的嫌悪感があり世話を焼くことが嫌だったと述べており、また男女を殺害した理由については供述が2点3点していて明確には分かっていない。2008年に裁判で畠山は無期懲役を言い渡され翌年に刑が確定した。おそらく今現在も収監されていると思われる。1977年7月に夫婦でドンピシャというクイズ番組が放送された。この番組は一般人の夫婦が私生活についての質問に答え、夫婦二人が同じ答えなら賞金を獲得できるというもので、そこに一人の男とその妻が参加した。そしてこの二人はクイズで優勝することができたのだが、実は参加した男は連続殺人犯だったのだ。この男は勝田清隆という名前で、幼い頃から窃盗を繰り返していた過去を持つ。そのため警察に逮捕された経験もあり、警察を異常に嫌っていた。1972年に勝田は24歳の女性宅に侵入し、金目のものを探していたが、住んでいた女性に見つかってしまった。女性は勝田に警察に突き出してやると言い、この言葉が警察嫌いの勝田を激高させた。勝田は女性に襲いかかると殺害し、金品を強奪してその場から逃走した。その3年後に車から降りてきた女性のカバンをひったくろうとしたが、抵抗されたため首を絞めて命を奪った。さらにそこから3人もの女性を連続して襲って殺害し、金目のものを奪う事件を引き起こした。しかし、勝田の犯行はこれだけにはとどまらず、奈良市で猟銃を盗み出すと、兵庫県で職員を射殺。他にも、スーパーに侵入して、店長を撃ち殺す事件を起こした。1982年に警察を嘘の通報で呼び出して襲撃すると、拳銃を奪い、それを使って再度殺人を犯したが、翌年の1983年についに警察により勝田は逮捕され、事件は解決した。勝田は8人を殺した罪で起訴され、一審二審ともに死刑判決を受け、そのまま刑が確定した。また、本当は計22人を手にかけていると勝田は自供したが、残り14人については証拠がなかったため、立件することはできなかった。そして、2000年11月30日に死刑は執行され、最後にごめんなさい。という言葉を残して勝田は死亡した。